せいなんだ。だから夢の長さを恐れることはないんだよ。僕の夢はどんどん長くなっていく。その夢がどんなにリアルで、猥雑で、孤独で、そして恐ろしいか、あなたには分かんないんだ。人間いるわけない。死神が私を迎えに来たのよ。